はい、田中球児です。今日は金曜日。やっぱ来たね。と思ったんだけど、今日再販なんすよ。キロ141の再販、ミシック。これはね、買いかどうか皆さん悩んでるでしょう。結論から言うと、キロを好きな人、使ってる人は買いだけど、強い武器を求めるって人だと、最強武器求めてる人的にはいらんかなって感じ。こういうこと言うと、お前キロそんな使ったことねえだろって言われるけど、いや、私ね、めっちゃキロ得意なんですよ。皆さんもう忘れてるかもしれませんが、実はね、自分このキロを使って核発動したことあるんですよね。3ヶ月前ぐらい。しかも相手トップレジェンドいて、しかもこの動画撮るの結構ね、時間かかった記憶あるんだよな割とひたすらキロ十何時間使ってやっと撮れたみたいな感じだったと思うんで、キロ使ったことあるんですよね。キロ、その俺が言うんだから正直間違いないと思う。というのも、いや、キロを使う上でこのキロはクソ強いんですよ。見ての通り、普通のアイアンサイトだとさ、キロってクソ見づらいんだけど、ミシックのキロはね、本当に強いのね。もう見やすいでしょ。しかもまあ、かっこいい。まあ、ここはどうでもいいと思ってる人はいるかもしれないですけど、このかっこよさは結構重要です。かっこいいからね。でもまあ、最強武器をね、買う上でまあ、いらねえって言ったのは、まあ、簡単に言うと、現環境だと、まあ、グラウでいいんじゃねって思っちゃうんだよね。まあ、グラウの方がさ、20メートルぐらいまでキルタイムいいし、絶対的にね。で、まあ、20m ちょっと超えればワンチャンキロのがキルタイム早い可能性あるんですけど、まあグラウでいいかなって感じがする。あとまあね、キロね、使ってと思ったのが、どうあがいてもね、エイム時間早い系のカスタマイズしづらいんですよね。あと無反動系の武器使ってる人だと、キロ使うとね、意外と反動あると思うんだよね。そこも弱点の一つ。というのも、まあ、グラウが流行ってないさ時代でも LK とかのが使われてたんですよ。ぶっちゃけクリグミシックとかね。まあ、それは、キロさんが、まあ、ずっと使ってたわからんだけど、意外と反動があることがあって、まあ、簡単に言うと、現環境だと意外と中途半端なんですよね。ガチで無反動を使いたいんだったら LK とか、まあ、クリーグミシックだし、まあ、キルタイム重視すんならグラウで、まあ、グラウミシックもまあ反動少ないし、普通のグラウもまあ全然使いやすいしって感じなんで、キロってまあ最強武器の中だと一番弱いみたいな地位なんでね。なんで、めっちゃ買うべきかどうかは、もう最初言った通りです。最強武器を買うんであるんだったらいらない。でもキロが欲しいって人だったら買うべきっすね。あとアップデート強化される可能性があるってことも触れとく。まあ、キロこれエイム時間が早くなったら一気に環境に来ると思うんだよ俺。正直キロちゃんそこなんだよね。もしエイム時間がキロ強化来るってこと期待して買うってのもあり。本当にエイム時間早くなるだけで全然違うからね。そこまでグラウ LK との差はない。それか反動が少なくなったりね。で、おすすめのカスタマイズはこれっすね。まあ、これで核出したことあるんで、多分これがキロの正解っすね。ということでやっていきます。どうぞ。すいません。ちょっと告知させてください。というのもね、コットモバイルの世界大会の同時配信をこのチャンネルでします。で、日時がちょっとすごくて、というのもね、今日15日は11時45分から配信します。だいたい2、3時間やる予定です。で、17日と18日もやるんですけど、それがね、深夜の1時半からっていう。さらに3時間とか2時間とか、もうちょっともうそれ以上にかかる可能性あるんで、時間帯やべえですけど、ちょっと付き合ってくださることはぜひ付き合ってください。ということでね、本編戻ります。は？俺なんかリスキルされたんだが、生まれた瞬間に。てかもうあれか、途中参加これ。ってことはボットじゃねえか。まあ、ほんと強いんだよな、マジ。これエイム時間とかエイム弾薬散布会とかね、何かがね、強化されたらマジでね、変わる。LK とクリグとかの差は。マジでそれなんだよな。このゲームってね、結構ね、そういうのあるんだよね。難しいんだよ、結構。その、どの強さ目的で買うの。俺、LK 一択でいいかなと思ったけど、LK の弱点化来たし、それでちょっとクリグミシック流行ったしね。クリグミシックの再販来て。で、そこがちょっとグラウも、言うてグラウ、LK、キロの差にはそんな差ないんで、絶望的な。HG40 と、スイブレ並みのな。そんな絶望はないから、買うってのも手なんだよね。ワンチャン強くなるかもしれない。それで、はぁ、なんでそれが負けんの？これなんだよ。これ本当にわずかな差でキルタイムの差で負けるんですよ。現状今、ぐらい意味わかんねえ負け方でしたでしょ。あれもアップデートでもしかしたらキロが強くなったら消える。本当に残り10ぐらいの差しかないんだよね。マジで。これはマジ。本当にキロとクリグと、その LK24 と、そいつらは本当に差ない。言うて。そのわずかな差が使用率を分けてる。
みんなグラ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 って感じだけど、わずかな差しかないんだよ、正直。だから買うっていうのもありなんだけどね。でも今わず現状だとわずかな差あるから別に買わなくていいんじゃないっていうのが現実なんですよ。てかまあ LK でいいんだよね、LK でいいんですよね、正直基本的に。未だに。このゲームってアサルト LK と、まあ、クリグミシック持ってないクリグミシックでいいし。やっぱね、結局キロの弱点はね、言うて意外と使いづらいんだよね。反動がね、意外とある。いや、別に普通にこういうことってさ、いや別にそんな大してないでしょって言う人いるんだけど、このゲームの LK とかさ、クリグとかの反動がなさすぎて、普通の銃だと反動あるように感じるんだよな。やっぱここめっちゃ美味しくね。いや、この人よく考えて終わってるな。いや、めっちゃ強いんだよな、ほら見て。中距離以降だと、4発切るのこれ強み出るんですけど、これ美味しくね、これ美味しくね、これワンチャン核あるんじゃないの、2回目。この武器で俺核出したことあるからね。この武器ね、なんでね、核出しやすいかっていうとね、イモリで強いんだけど、イモらなくてもそこそこ強いってのもでかいね。これイモらなくてもそこそこ強いんですよ、これ。イモっても強いんだけど。でもこれね、ちょっと頑張ちしすぎか。これ頑張ちしすぎか。これ、美味しくねえか？おい、核あるぞ、これ。ちょっと待って。これ来るね。これ来るわ。わかってるぞ。お前が来ること読んでおります。いや、これ、キル泥棒だわ。さすがに今のは。オッケー？これ、わかってるからね。これ、わかってるからね。オッケー？なんでいないの？なんでこれ、読まれてる！アドバンスユーブがあること読まれとる！オッケー？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 はぁ、あ、何それ意味わからん、もう意味わからん、これ意味わからん、おもんなさすぎ、ねえ、拠点無視してるでしょ、明らかに今のは。さすがにどんだけ俺の核妨害したいの。いや、マジでおもんねえわ。いや、穴出した方がよかったかな、今の。おもんねえ。やっぱ俺が無双してる間拠点取れてるよな、正直。いや、このゲーム意味わかんないところで無双しててもハーポは意外と意味あるからね。完全に俺のところが D 拠点とかしかない。あ、逃げるべきだったな。俺、核あったわ、マジで。いや、しょうもな、マジで。ガチでしょうもねえ。このゲーム、こういうとこあるからな。拠点を取れ。なんで俺の方にこんな来るんだよ。普通に考えて、俺そこまで、あそこ価値ないだろ。俺もお前らがいるから、あそこ行っただけだからね。なんか、芋ってるみたいになってるけど。お前らがあそこいるから、なんか知んないけど、俺出れない。家から出れなかっただけだから、これ。これ、美味しいね。これ、美味しい。ワンチャンあるじゃない。この試合、長引いたら核あるぞ。普通に。OK？ガンシップとか、やっぱね、ハーポって核出せねえんだよな。ドミネなんだよね。出たガンシップさん。ガンシップガジで弱えからな。普通に、ガンシップ弱えからな。ちょっとガンシップいらなくね。敗退行為とは言わないけど。今ちょっと敗退行為って言いかけたけど。それはちょっと冗談だけど。でもね、冗談、でもそれぐらい弱え、なんかあんま強くねえんだよな。なんか、割とまあ平坦なアップラット強いんだけど。なんか厳密に言うとコストの割にはあんま強くなさすぎるんだよ、なんか。UAV、あれ出すなら UAV5 回出された方がうざいわ、普通に。いや、拠点取らねえわ。これね、俺キル取ってるか。てか、よく考えて俺途中参加ですか、これ。途中参加なのにここまで輝ける。やっぱキル強いんだよね。まあ、俺の立場に合ってるってのもある。この武器結構ガンマチ武器だから、どちらかっていうと。あんま。とつらない。アサルト向けのアサルトなんですよ、ね。アサルト向けじゃないアサルトってなんだよって話だけど。まあ、例えば、グラウみたいなね。グラウとずっても強いからな。いや、こいつさえ、こいつ何なんだろう。俺の野望を妨害してくるよな。ルフィか、お前は。ワンピースに、俺黒ひげだから。オッケー。これやっての。まあ、これはね、いや、でもちょっとなんか泣いたわ。この試合なんかワンチャンあったよな、普通に。いや、絶対おかしいよ、あそこにずっと突撃してくんの。ほらね、俺負けちゃったじゃん。だから俺に突撃しなきゃあったんだよ、俺。トレードオフだったな。俺の核を出させてれば、お前ら勝てたわ。ということで、今回こんな感じでやっていきましたが、皆さんどうでしょうか。まあ、正直、まあ、やっぱキロ強いっすね、普通に。いやー、マジであったよなー。なんであんな犬もいたんだろう。ちょ、ふざけてるよね、ここ。これだよ、これ。いや、これはふざけてないんだけど。ちょっと暴れすぎたから引いてもよかったんだよね。ここからひたすら核出せなかった言い訳をしてるので、ちょっと、耳麗しくないので、カットさせていただきます。はい。ということでね、キロはね、絶対買うべき！まあでもなく、絶対買わないべきでもない。好きな人が特殊サイト目当てに買うといいんじゃないかな、という感じですね。ということで、おつ。
いやねキロはねマジで流行る条件としてグラウ LK クリグが一斉弱体化食らったら流行る可能性がある。それがキロ自身の強化だ。これが条件だと思うわ。